皆さん突然ですけど、隙間女って知ってますか？家のタンスの隙間とかをよーく見ると、女の人がこっちを覗いてるって、もう妖怪でございますよね。そして、私なんか誰かに見られてる気がして、タンスの隙間を見たら、マジで女の人がいたんですよ。ここです、ここです。このタンスとテーブルの間のあの隙間ですよ。あの隙間覗いたらマジで女の人がいて、こっち覗いててびっくりしたんですよ。ちょっとカメラで映したいと思います。隙間女が現れましたよどうもシュンズ TV です。皆さん、私最近なんか誰かに見られてる気がして、常になんか視線を感じるんですよね。皆さん、そういうことってあります？例えばお風呂でシャンプーこうやってしている時に誰かに後ろから見られている気がするとか、そういうのが常にあるんですよ。とりあえずちょっと朝起きたばっかりなので、隣の部屋のトイストーリールームに入っていきたいと思います。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。おもちゃたちは何をやってるんでしょうか？おもちゃの皆さん、おはようございます。いやー、今日もとっても、あれちょっと待って、おもちゃたちがみんなここに集まってますけども、どうしたの？あ、シュンさん、レックス、このタンスとテーブルの間に誰かいるんだよ。ええ僕パソコンで調べたことあるんだけど、もしかしたら隙間女じゃないかな。隙間女？ああ、僕も聞いたことがあるよ。こういう家具の隙間とかに住んでる妖怪でしょ。確かにこの隙間から見えるのは女の人なんだ。ちょっとマジで、だからおもちゃたちがみんなここに集まっていたんですね。いやー、私都市伝説とか全然信じないんですけども、ちょっと覗いてみたいと思います。この隙間ですよね。だってこれぐらいしかないですよ。もう5センチしかないところに女の人がいるわけないじゃないですかね。ちょっと待ってください。本当だ、本当にここに女性がいますよ。隙間女ですよ。よろしくお願いします。何でも知ってるスマイリーロックさん、教えてください。隙間女は安全なんですか、それとも危険なんですか？ああ、隙間女は妖怪なので危険もあったりしますよ。なので近づかない方がいいんじゃが、でもあくまでも都市伝説です。もう一回しっかりと隙間の女性を確認した方がいいんじゃないでしょうか。そうか、スマイリーロックさんがそう言うんだったら、ちょっとカメラで映したいと思います。そうすれば隙間女の正体を捉えることができて、みんなに証明できるかもしれませんからね。よし、ちょっと私勇気を持ってしっかりとカメラに捉えたいと思います。いやー、ちょっと緊張するな。突然わーって襲ってきたらどうしよう。レックス、今でも見える？あー、見えるよ。確かに隙間に女の人がいるよ。いやー、隙間女の正体をしっかりとカメラで捉えていきたいと思います。行きますよ。本当にこの隙間にいるんですよ、女の人が。あー、やばい、ちょっと待って、もう影が見えてますよ。隙間女、あ、やっぱり出た、隙間女だって。ちょっと待ってください。これなんか見たことがありますよ。ちょっとすっごい、こんなぺちゃんこみたいなところで、よいしょっと。この人って確か過去にシュンズ TV に来てくれたことありますよね。名前は確かイラスティガール。イラスティガールは体を自由自在に伸ばしたり縮めたりすることができる。だから隙間に入ることもできる神様。イラスティガールは心優しいスーパーヒーローでございますから。そしてバイクに乗るのもめちゃめちゃうまいんですよね。ということで、バイク乗りの達人のデュークカブン、教えてください。イラスティガールはなんて言ってますか？ティア、イラスティガールは言ってるぞ。シンドロームが今現在この部屋に向かってきているとな。だから先回りしてこっそり隙間に隠れていた。 Yes, we can! そうなの、シンドロームがマジでやばいです。どこ？シンドロームだって俺世界一のファンだ。はい、シンドロームが今窓から入ってきましたよ。よろしくお願いします。待って、おもちゃたち、突然窓をすり抜けるように入ってきましたけども、あれって確かシンドロームですよね。大変だよ、僕たち吹っ飛ばされちゃった。でもどうして窓をすり抜けることができたの？俺が開発した新しい装置、すり抜けマシンを使ったんだ。すり抜けマシン、マジかよ。だから窓をすり抜けることができた。やっぱり素晴らしい発明家なんですね。俺はスーパーヒーローには負けない。
だって世界一のファンだもん。マジかマジか、やばいやばい、シンドロームが現れましたけども、でもこっちはイラスティガールだけでございます。イラスティガールだけでシンドロームに勝つことなんて無理ですよね。どうしようどうしよう、シンドロームお願いですからちょっと帰ってくださいよ。現れたらスーパーヒーロー、全員まとめてかかってこい。えわわわわわわ、ちょっと待ってくださいよ。インクレディブルファミリーがみんな勢揃いですよ。でもちょっと待ってください。ジャックジャックは、ジャックジャックを家に置いてきたの。ちょっと、ベビーシッターでもいない限り、ジャックジャックが家に、このクソ強いガキめ、とっとと降りろ。ジャックジャックが強い電流を発してたよ。どうやら新しいパワーみたいだね。新しいパワー、もう分かった、だからどいてくれ。電気がしびれて痛い。すごいよ、赤ちゃんなのにシンドロームをやっつけるなんて。すり抜け装置で帰ってやる。おお、シンドロームがいなくなりましたよ。すごいですよ。インクレディブルファミリーが来た瞬間怖くて逃げていったんですね。しかもジャックジャック一人で倒すなんて、さすがスーパーヒーローでございますよ。皆さんスーパーヒーローに助けてもらいましたよ。素晴らしいチームプレイですね。イラスティガールが隙間に入ることで待機して、そしてシンドロームが現れた瞬間みんなが現れてくれました。そしてもうシンドロームはこれに懲りて悪さもしないでしょうね。ジャックジャックもすごかったです。そしてインクレディブルファミリーはまたどこかに帰ると言っていました。またシンドロームが暴れたらいつでも駆けつけてくれるんでしょうね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。おいおい、スーパーヒーローたちに助けてもらえてとても感謝だな。キャビット、そうだね、インクレディブルたちのおかげでシンドロームも逃げていったわ。ジャックジャックもとても強い赤ちゃんだ。シンドロームが新しいものを開発してもまた新たなパワーで撃退したぜ。キャビットとララルーに質問だよ。2023年にロッツォがサニーサイド保育園に行って他の新しい仲間を洗脳するかもよ。サニーサイド保育園にもまだまだおもちゃがいっぱいいるって聞いたことあるわ。ブックワームとか他の恐竜のおもちゃもいるとレックスたちが言っていた。いつか本当にロッツォは洗脳しそうね。だってプロスペクターという仲間も手に入れてたからね。キャビットとララルーに質問、こち亀を知ってますか？それって亀の名前かしら。もしかしたら動物の亀の種類でこち亀という亀がいるのかもしれないな。亀はとっても大好きよ、可愛いからね。俺も大好きだぜ、整いました。亀とかけまして沖縄県那覇市と解く。その心は？どちらも甲羅があるでしょう。キャビット面白いね、笑いが止まらないわ。キャビットです。これを見てるみんな、どうか頼む、チャンネル登録と高評価をしてほしい。そうすれば私たち笑顔になるのよね。毎日笑顔で暮らそうぜ。それじゃあまた明日、キャビットです。またねー。